ブリタの浄水で水が飲めるやつを友達が送ってくれました。発芽玄米にこういう雑穀混ぜるやつを一緒に入れて炊いてます。よし、いけるぞ。いけるな、これいけんな。いけんな、今。65です。強くなった、今ので。勝手にさらされてるのじゃ、これ。あのね、嫁の許可は得てる。許可は得てるらしい。いつか出るっぽいよ、つったら、多分今日当たりの日だわ。いいね。うまそう。サバ。安全おにぎりね。サバを、ミニトマト、ブロッコリー、ひじき、かぼちゃ。これは何でしょうか。発泡剤、はい、じゃあちょっといけだ。味噌汁は、味噌汁、玉ねぎとわかめ、青菜。いいじゃないですか。88点。88点いただきました。待ってこれない。はい、70点に下がりました。アルギニン取ってるもんね。アルギニンも必要だからね。
Wi-Fi の差し入れ。天使の香りがしますね。起きないの。ちょっちこいけ寝ちゃったの。ん？はい。ああいや、これ袋で売ったら結構いい値段で売れるんじゃんか。チュッチュ。チュッチュッチュッチュ。どう違うんですか。なんかもう性能が簡単に説明すると、脳みそもアップルが作りましたね。今まではインテル製の脳みそが入ってたんだけど。ああ、なるほどね。じゃあ、いただきます。いただきます。ありがとうございます。一杯1000円するんで、うちのカフェ。優しく入ってきますね。やっぱ温度が。本当に上がってんの ?83 度でした。うん。うまいわ。うまいでしょ。うん、リアルにうまいわ。うん、勝手にうまくしてくれるからこいつ。面白い言葉が出てこない。面白い言葉が出てきません。やっぱ優秀、超優秀です。あ、そう。はい。その本について語ってよ、ちょっと。何も食えなくなります。はい。そんなに？やっぱ超人になりたい。超人になるには、はい、もう動物性のタンパク質取れなくなっちゃう。そう。うん。取捨選択が大事ですよ、ね。そうなの。断食してみたくなったんだけど、なんか読んで。エン君したらしいよ。え、マジ？あの体で。あ、してないよ、あれ絶対。あれはしてない。この人たちのこの体ができたのはさ、あの動物性でできてきたじゃん。動物性でできた体を最終的に植物性で戦える体にするみたいな感じじゃない？なるほどね。整えるってなると植物性の方がいいみたいな。俺の解釈ね。絶対載せないよ、この知識量のなさの薄い知識でなんか薄い知識で語って叩かれるから、うん、アスリートフードマイスターの、はい、あれをまず第一章で否定されてるからバランスのいい食事みたいな。え、いや、食べる投資ってありますか。あ、俺はい、今日の買い物、本の影響を少し受けつつ取り入れた方が良さそうなものはちょっと買ってみました。豆腐を落としてしまって穴が開いちゃったので早めに使います。